近年、日本近海には中国の潜水艦が相当数来ているのをご存知でしょうか。まだ中国の潜水艦が爆音を立てるのですぐに位置を索敵されています。今回は海上自衛隊隊芸潜水艦の兵装について詳しく見ていきますね。リチウムイオン電池とディーゼルの組み合わせは同じですが、深い深度だけでなく浅い深度でもその威力を発揮していきます。2022年3月9日、三菱重工業社の神戸造船所で、太芸型潜水艦一番艦にしてネームシップである太芸が就役を迎え、海上自衛隊としては、防衛大綱で掲げてきた潜水艦の22隻体制をひとまず達成することとなった。太芸型潜水艦は、この一番艦、太芸をはじめ、二番艦、枠芸と、名称を見ていながら、積んでに 3.4 番艦までの建造が進められており、今後も1年ごとに順次就役が予定されているため、以後は旧式の親潮型のこれに伴う退役も予想されている。現時点では、海上自衛隊は前々級の親潮型を9隻、前級の双流型を12隻、そしてこの最新鋭の太芸型を1隻で22隻体制を確立したわけだが、増強著しい中国海軍への対応を鑑みて、今後の方向性も定められるのだろう。太芸型は、基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの艦体を持つ通常動力型潜水艦であり、世界的に見ても、そのクラスでは最大規模と言える大きさを誇る艦艇である。基準排水量では、前々級の親潮型が2700トン、前級の、双流型10番艦までが2900トン、11.12 番艦が2950トンだったことを考えれば、徐々に若干だがサイズアップしており、それらの流れを組むものと言えるだろう。特に、太芸型は、双流型の後期の 11.12 番艦と同様の機関構成を採用しており、これは、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターによるディーゼルエレクトリック方式で、現状は、世界でも海上自衛隊の潜水艦のみが実用化している形式だ。この方式は、それまで潜水艦という艦種が登場して以来、通常動力型潜水艦としては、およそ1世紀にもわたって用いれてきた、鉛製バッテリーをリチウムイオン製に変更したもので、同容積での倍以上のエネルギー密度を実現している。このほかリチウムイオンバッテリーは、反復する密流放電に対しての寿命も鉛製バッテリーよりも長ゆえ、充電に要する時間も短く、さらに、自然放電によるロスも少なく、通常動力型潜水艦の連続航行能力を高めるものとなっている。こうしたリチウムイオンバッテリーの特性は、これまでも知られていたが、自動車や携帯端末に搭載されたそれらが、発火事故を生じさせるケースも多々あり、軍事用に例を運用する上では、その安全面での担保が課題とされてきた。そう、流型の後期の 11.12 番艦以降、太芸型も含めて、このリチウムイオンバッテリーを開発しているのは、日本の GS 湯浅社であり、船体の設計を担当する三菱重工業社とともに、その発火リスクを抑え、実用化を成し遂げたと言える。ちなみに、双流型の前期分にあたる1番艦から10番艦までは、ディーゼル機関と鉛製バッテリーとモーター、さらに、これに、スウェーデンコックムス社製のスターリング機関をライセンス生産し、組み合わせた機関構成を採用していた。これは、通常動力型潜水艦の連続潜航時間の延伸や、活動能力の向上を図る上で採用された、非待機依存推進方式ではあったが、
物理的に大きさに比して出力が低いスターリング機関はリチウムイオンバッテリーの採用で代替されることとなった。さらに現在海上自衛隊で最も古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーとモーターによるオーソドックスなディーゼルエレクトリック方式であり、タイゲイ型は機構的にはこれと同じシンプルな形に回帰したとも言えそうだ。タイゲイ型がこれまでの海上自衛隊の潜水艦と異なる点の一つとして、初めて女性自衛官を乗組員に登用すべく、その乗務に必要な専用のシャワースペースや居住エリアを設計時から盛り込んで建造されたことが挙げられる。これは女性自衛官の乗組員を可能とするいわゆる世界的なジェンダーフリーの政治的な潮流の一環とも言えるが、慢性的に乗組員の確保が課題となっている海上自衛隊の現状を少しでも緩和させることへの期待も高まっている。世界的にも多くの海軍の水上戦闘艦でこうした乗組員の確保と効率化の推進を図る意味からも、省人化が可能な部分への機械化、自動化対策が増加しているが、海上自衛隊の潜水艦は、なかなか、そうした人員削減は、厳しいようではある。これは、親潮型、そう、竜型、タイゲイ型、ともに、65名から70名程度の乗組員を必要としている点からも、課題だと思われ、伝統的に、海上自衛隊の潜水艦運用に必要な1隻あたりの人員数は、そこまで変化がないのも事実となっている。タイゲイ型は、兵装として、攻撃型潜水艦として、標準的な6門の HU606、533mm 魚雷発射艦を艦首部に搭載しているが、これは、親潮型や双竜型と同様な構成であり、ここからは、新型の国産、位置は知識長魚雷やアメリカ製の UGM-84 リッターハープーンブロックに追加ミサイルを運用可能である。位置は知識長魚雷は、同じく国産の89式長長魚雷の後継として、2012年度より開発が進められている魚雷であり、各種デコイ等の欺瞞行為への対処力の向上や、従来よりも浅い深度での使用に対応しているといい、水上戦闘艦、潜水艦、ともに攻撃が可能である。位置は、知識長魚雷は、必中を期する優先誘導でも使用が可能であり、前述のように比較的浅い深度にも対応していることから、そうした海域が多い東シナ海での中国海軍艦艇との対峙にも効果を発揮するものとして期待されている。また、UGM-84 リッターハープーンブロックに追加ミサイルは、かつてのマクドネル・ダグラス社、現、ボーイング社が製造している兵装だが、亜音速で飛翔する追加ミサイルであり、およそ 250km 弱の有効射程を持つと見されている。この UGM-84 リッターハープーンブロックに追加ミサイルをめぐっては、その用途は、メインの対艦向けとしてだけではなく、射程距離が短くなることを厭わなければ、対地攻撃用としても運用が可能とも言われており、この点は日本の置かれた環境の変化を実感せずにはおれない。少し前までであれば、対地攻撃能力を海上自衛隊の潜水艦が有するということは、攻撃的兵器の保有であると認めることとなり、専守防衛を理念として掲げる動態にそぐわない兵装だとの指摘を受ける恐れがあったと思われるからだ。このあたりは、陸上自衛隊が保有している、一蓋式地対艦誘導弾をベースとし、その航空機搭載型、艦艇搭載型の改良型を、
南西諸島の島嶼防衛を行うために開発すると、閣議決定したあたりから、徐々にコンセンサスを得てきたものだと言って間違いではないだろう。こうした対地攻撃能力の保有を認める政府の決断もあって、ひとふた式地対艦誘導弾の改良型の射程距離は、最終的には、1500km をも目指す方向となっているが、これが実現すれば、日本本土からの南西諸島防衛にも幅が持たせられると思われる。ただし、こうした兵器の開発や配備にあたっては、いわゆる敵基地攻撃能力の保持につながるとの批判も政治的にも、まだまだ輸送され、スムーズに、このままことが運ぶのかも、日本においては、まだまだ楽観視は、できないと見ておくべきかもしれない。